次に原口和弘君、原口君。はい、立憲民主党の原口和弘でございます。所信に対する質疑、まず日銀総裁からお話を伺いたいと思います。現下の激動する世界経済、今日はですね、非いずる国日本をどうやって再生していくかということで議論をしていきたいと思うんですが、先行きの金融政策運営に関する考え方、基本的な考え方をお伺いしたいのと、そして日銀財務の健全性、これに関する現状認識をまずお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。上田日本銀行総裁。お答えいたします。一般論になりますけれども、中央銀行は通貨発行益というものが発生いたします。また自分自身で支払い決済手段を提供できるということもございます。したがいまして、一時的に財務が悪化しても政策運営能力に支障を生じないというふうに考えております。しかしながら、中央銀行の財務リスクは着目されて金融政策をめぐる無用の混乱が生じる場合、そのことが信任の低下につながるリスクがあるため、財務の健全性を常日頃から確保することは重要であるというふうに考えております。私ども日本銀行は大規模な金融緩和を現在実施中でありますが、財務の健全性確保の観点から、さまざまな引当金や準備金の積み当て等により自己資本の充実に努めてきております。日本銀行としては引き続き財務の健全性にも留意しつつ、適切な政策へに努めていく方針でございます。原口君。 ECB や FRB に比べると、日銀の財務バランスシートというか全体がかなりでかいですね。だからでかいからといって財務の健全性が低いわけじゃない。やっぱり日本の国力にバランスしている。国力が落っこちてしまうと、それは そもそも中央銀行の財務の健全性にも今おっしゃったような疑いが出る。で、先ほど野田委員が質問をして くださいましたけれども、円安、非常に看過できないような形になっているんじゃないか、そしてコストプッシュ型のインフレはですね、デフレ要因になるんじゃないか、そういったことも、懸念をされるところでありまして、この10、12月の GDP 年率マイナス 0.4%、マイナス2期連続ですね。さっきデフレからの脱却っていう話があったけど、もうとんでもない。逆にですね、ずっと結局 GDP も世界の3位だったのが昨日か4位に落ちましたね。そしてこの自国通貨建ての一人当たり GDP を見てみてもですね、増加率1995年から例えば2022年、これワールドアウトルックエコノミックデータベースで見てみても、世界からの下から2番目ですね。先進国じゃなくて OECD の中でも、この状況でですね、日本は立ち行きできるのかと。で、昨年は大きな経済の変動がありました。G7 の GDP の総額を BRICS の総額が抜きましたね。 G7 がまさに29.2 であるのに対して BRICS が 32.1、 そしてこの1月からは BRICS プラスということでいくと、ドルから逃げていくお金、もうドル決済というのをやめて自国通貨建てで決済をしようと、あるいは BRICS 通貨なんていうのも昨年は議論になりました。こういう中で激動する世界経済の中で、どういう金融政策運営をなさっていこうというのか、基本姿勢についてお伺いします。そして国債のですね、まさに何ていうかな、風評被害ばっかり出すんですね。日本の国債は明日にもデフォルトするかのようなことを当局が言うというのは僕は良くないと思いますよ。日銀じゃないですよ、一部の人たちですね。で、そのことについてもお触れいただければと思います。国債の健全性というのは大量に引き受けしているわけですね、日銀は。そのことについてもお尋ねをいたします。上田日本銀行総裁。お答えいたします。まず前段の世界経済いろいろ大きく動く中で、私どもの
政策の基本姿勢はどうかというご質問ですけれども、当然なことながら海外経済あるいは国際的な金融市場の動向は我が国の経済物価に重大な影響を及ぼす要素の一つであります。したがいましてその背後にあるメカニズムも含めしっかりと見極める必要があると考えております。日本銀行としてはこれも含めて内外の情勢を丹念に点検した上で物価安定の目標の持続的安定的な実現という観点から適切な政策上に努めてまいりたいと思っておりますし、物価安定目標の持続的安定的な実現が見通せる状況になればマイナス金利を含むさまざまな大規模な緩和政策の継続の是非を検討していくことになるかと思います。その具体的な内容はその時の情勢次第でございますが、現時点での経済物価見通しを前提としますと先行きマイナス金利の解除等を実施したとしても緩和的な金融環境は当面続く可能性が高いと考えております。それから後半でご質問いただきました私どもが保有する国債の件でございますが例えば日本銀行が保有する国債については将来出口の局面で金利が上がると市場価格が下落し評価損益が悪化するということが指摘されたりもいたします。私どもでは保有国債の評価方法としては償却原価法を採用しておりますので評価損が発生拡大したとしても決算上の基幹損益には影響しないようにしてございます。以上、名口君。日銀総裁ありがとうございます。これで結構です。基本姿勢を今日はお伺いするということでどうぞでは総裁お答えしていただいて委員長がお許しいただければ。でさてですねこのお手元の資料の1をご覧ください。でその前に財務大臣ちょっとお願いがあるんですけど先ほどからお話があってますが税に対する信任が大変危機感をお持ちだということであればですね総理にぜひご進言なさいませんか。これもう3ヶ月経つけどもずっとこれが続いている。政治と自民党さんだけじゃなくて政治自体がですね自動落下してますよ。税に対する怒り140円のパンを窃盗したと言って逮捕され何千万ものお金でですねそれが不問にされるととんでもないっていうこの円差の声は私たちが思った以上に大きいです。で第三者機関を作るように言われませんか。そもそも最初から自前でやろうとこの中にもですね自分関係ないのに自分は真面目にやってるのになんで一緒にされなきゃいけないんだと幹部は何の発言もしてないんじゃないか説明もしてないんじゃないかと皆さんの心の中を見るとですね、まあ、見たわけじゃないけどもそういう思いの人も少なくないと思いますよ。みんなが犠牲になってるんですよ。いや国民のこの不信は徹底的に最初のあれが間違ってるんですよ。第三者委員会を作んなきゃいけないんですよ。自分たちでやっちゃダメなんですよ。恋が自分で包丁を持って自分を料理しちゃいけないんですよ。財務大臣総理に言われませんか。実は私宏池会時代ですねまだ自民党出た後も宏池会から頼まれて会計のシステムプログラムをうちの秘書がお手伝いしてました。それはそれは厳しいものですよ。しかし今回立件された S さんですね私よく知ってます。若い頃にすごくお世話になったすっごく真面目な人ですよ。あんなことをわざとやるってね80にもなって立件されるもう党は違ってるけども悲しくてしょうがない。よく知ってる。言われませんか。総理に第三者機関でもう全部明らかにしましょうと。それをやらないとこのままの自動落下みんなが落ちてますから。どうぞお答えください。鈴木財務大臣。この問題につきましては自民党に席を置く者として本当に申し訳ない事態になっているということ野党の先生方にも本当にご迷惑をかけているということを、認識を、いたしております。国民の信頼を回復することというのはこれはなかなか簡単ではないことでありまして
原口先生の今のご提案もその一つの信頼回復のための方策であると思います。今日委員会でお話をいただいたことを私としてしっかり受け止めさせていただき、今自民党としてはもう解明に向けてのこのやり方が決まっておるところでございますので、そのやり方でやるということであると思いますが、さらに加えて何かするというようなこともあるのかもしれません。その時には大いに参考にさせていただきたいと思います。委員長、原口君。これ法改正というか、私政治資金を所管する大臣でしたから、今の法律でダメなんですよ。それから政策活動費、あれは確かに公開する必要はない。だけども勝手にあれに使ったりこれに使ったりポケットに入れたり還元したりとか、それはできないんですよ。間違ってるんですよ、認識を。でそのことをお伝えして、この所信、今回の国会の中のですね、一番大きなところが、いわゆる先ほどの野田さんがお配りいただいた資料を拝借するとですね、この、令和6年度税制改正につきましては、賃金上昇が物価高に追いついてない国民の負担を緩和し、物価上昇を上回る持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す。つまり物価上昇に負けてるわけです。これ事務方で結構ですから、21ヶ月実質賃金マイナスですよね。事実かどうか、ここに表を出してます。そしてこの政策目標っていつから出したんですか。物価高を上回る賃金上昇っていつこの政策ターゲットにしました。岸田内閣はもう歴代10位の長さですよ。もう今までやってきて効果がなかったんじゃないですか。いつやったか、これ事務方で結構ですから教えてください。いつからこれをターゲットにしたか、大臣所信の今読んだところ。2点厚生労働省青山大臣官房政策立案総括審議官。お答え申し上げます。まずパネルにもいただきました、賃金のデータでございますが、毎月勤労統計調査によりますと、名目賃金は令和4年1月から令和5年12月速報まで24ヶ月連続のプラスとなっておりますが、その一方で、実質賃金の方につきましては令和4年4月から令和5年12月の速報まで21ヶ月連続のマイナスとなっております。で、政策目標につきましては、ちょっと我々の当初、それはあなた答えられないんです。財務省しかない。あ、はい、教育でございました、はい、財務副大臣で結構ですか、答えてください。副大臣ですか、赤澤副大臣。私にはご通告なかった話ではありますけど、いや、財務省にやってますから。あ、そうですか、はい、分かりました。賃上げはですね、岸田政権における最重要課題であって、2021年10月の政権発足当初から一貫して賃上げ促進税制の拡充や公的価格の引き上げなど、あらゆる政策を総動員して賃上げの実現に向けて努力をしているところであります。で、そうした中、実質賃金については岸田政権発足当初プラスであったものが、ロシアによるウクライナ侵略を背景とした国際的な原材料価格の上昇などによる物価上昇の影響などで、2020年4月以降マイナスとなっているのは委員ご指摘の通りであります。で、こうした状況も踏まえてですね、政府としては、例えば、いや、副大臣いいんです、はい、いつからターゲットにしたかということだから。で、それについてはですね、最初からでしょ。物価上昇もある持続的な賃上げという言葉そのものを用いたことはないですが、持続的な賃上げ、物価上昇負けない継続的な賃上げ、物価上昇負けない賃上げ、物価ごと負けない賃上げといった言葉を一昨年から総理のご発言において用いているところでございます。はい、原口君。いや、要するに奮闘努力の甲斐もなくということなんです。失敗してんです。おまけに なんで失敗してるか、ちょっとさっき野田さんがおっしゃったようにですね、この内閣は緊縮内閣とか増税内閣とか言われてるけど、財政運営規律は極めて悪いです。いわゆる基金を3本も走らせる、今だって3本走らせてるでしょ。財務大臣と決算行政監視委員会で徹底的にやりましたけど、ウクライナ予備費とか つける必要ないって言ったのをつけてるでしょ。来年またどうするか分かんないけど、この中には次入ってない。それから予備費っていうのはプリペイドカードですからね。そんなの自民党の皆さん認めちゃダメですよ。国会を何だと思ってるんだって言わなきゃいけない。それから基金をバンバン積み増してる。
そして今日はこの後言いますけれども、この消費税のところと、それからもう今、皆さん財務査定ってやめたんですか。確証から上がってくるのをそのまんまやって、そして例えば外国の企業にお金を配りまくる。経済安全保障だとか言ってですね、半導体が足りない？経済安全保障でもし有事になったときに半導体が来ないから何千億ってある企業に出すと、じゃあそこの企業との契約取ってますか？そこの企業、その台湾有事は日本有事だとか言ってるけども、そちらの方の企業じゃないですか。どうやって日本に来るんですか。なんで日本の企業にお金出さないんですか。で、この消費税、こっちじゃない、これですね。消費税について少し議論していきたいと思います。これも事務方で結構ですけども、消費税というのは直接税ですか間接税ですか。はい、鈴木財務大臣。すみません、政府参考人が来てないのですから、申し訳ありません。消費税は財務省内において第二法人税と呼ばれているのかということでありますが、消費税の計算方法が法人税の計算方法と類似をしているということ、これを理由に消費税を第二法人税であるというご意見があるということは承知をしておりますが、財務省においてそのような呼び方や考え方は取られていないものと、承知をいたしております。委員長。原口君。いや、それは飛ばしたんですよ、その質問は。実はしてないんだよね。それは今大臣がわざわざご丁寧におっしゃってくださったのは、元財務省の方がですね、王先生という方が、消費税は財務省においては第二法人税と呼んでると、ね、法人税は大臣、赤字企業にはかかんないんですよ。ところが消費税は赤字企業にもかかる。で、じゃあ聞き方変えます。消費税は付加価値税、これはいいですね。鈴木財務大臣。我が国の消費税についても付加価値税の一種と整理されているものと、結論から言えばそういうことであると承知をしております。はい、原口君。そこで最初の質問に戻るんですけど、これ直接税でしょ。消費税法を皆さん読んでご覧になってください。消費者が払うって言葉はどこにもないですよ。誰が払うかというと事業者が払いますね。これは事実ですか。鈴木財務大臣。直接税か間接税かということ。いや、事業者が払うか。払うのは事業者であるということです。はい、委員長。原口君。そこで直接税か間接税か、どっちですか。僕はね、自民党の青年局長の時に、直間比率を変えなきゃ企業が外に出るからって言われて、あの時も石投げられながらやったんですよ。でもね、政府税調の会長代行をやった総務大臣で、どう考えてもこれは直接税だ、間接税とは言えないと思ったんです。自分の政権の時に30年前にあの時の先輩たちに騙されたんじゃないかなって思ってるもんで、ちょっと聞いてるんです。鈴木財務大臣。法律上直接税あるいは間接税という定義がはないということを私も知りましたけれども、一般的に直接税とは納税義務者と税を負担する者が一致をすることが予定されている税、一方間接税とは税負担の転嫁が行われ納税義務者と税を負担する者が一致しないことを予定している税と、そういうふうに聞いたところでございます。でその上で、お尋ねの消費税につきましては、事業者が納税義務者である一方、価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担することを予定しているものであることから、間接税に該当すると
をされていると、そのように承知をしております。委員長。原口君。いやだからいけないんですよ、間接税があるもんですか。だってですね、それはこれ聞くとですね、ちょうど消費税法を作ったときに税制改革法っていうのを作ったんですよ。今おっしゃった、今お読みになった消費税は消費者が負担すると想定してるから、自分らが想定してるだけなんです。想定してるだけで、現実は実装はですね、価格転嫁できをしてるっていう、そんだけなんです。できてるところはやってるけども、そうじゃないところはできないんですよ。だって価格転嫁できなければから経産省でも価格転嫁状況に関するモニタリング調査ってやってんじゃないですか。そもそもですね、こういうふうなものとすると、私たちはこういうことにしたから皆さんこれはこうですよと言ってるに過ぎないんです。課税実態は直接税なんです。それで皆さんに申し上げたいのは、消費税を減税すればね、これをやればその分賃上げの原資ができるわけですよ。中小企業対策というのは消費税の減税政策なんです。最も日本を弱めているこの直接税、この石黒先生がおっしゃっている第二法人税、これの本質をもう一回考え直すべきなんですよ。これお分かりになりますか、私が言っていること。鈴木財務大臣。原口先生のご質問を十分咀嚼できているかは分かりませんが、先ほどのお話は間接税と言っているけれども、実際は税負担の転嫁が行われない方がいるということだと、そういうふうに思います。それで消費税の価格転嫁の状況につきましては、令和4年11月に行われました中小企業庁の価格、転嫁状況に関するサンプル調査でありますが、従業員が5人以下の事業者でも消費税率の引き上げ分について価格に転嫁できたと回答した割合は 92.7% となっており、小規模事業者についても基本的に消費税の転嫁はできているものと、そのように認識をしております。そうは言っても転嫁ができていない場合もあると、こういうふうに理解します。委員長。原口君。いやそうなんです、多分だから付加価値とは何ですかと。付加価値というのは利益と人件費、賃貸料でしょ。だから赤字のところにもどんどん取るから弱くなんですよ。日本が弱体化装置なんです。ちょっとこればっかりやれないんで、これは次の質問の時にぜひ皆さん一緒に勉強していきましょう。これね、日本をこれ最も弱めてるんですよ。これ税はも他の税があります。で次に行きたいと思いますけども、これ今度主計の方、主計の方はちゃんと査定やってますか。さっきの基金もそうだけども、こんなことやるんだったらまずコロナ対策、これ予防接種です。これ本当にね、予防接種って言えるんですか。僕この間質問収集を出して、大臣実は私この1年間がんだったんですよ。がんで、それで自分のがん細胞を調べたら、例の予防接種コロナワクチン由来のものが私の免疫細胞を壊してました。それで悪性リンパ腫になった。でそれを抜いて今髪の毛も生えてきましたし、そして一応寛解まで来たんですね。だけど今どれだけ超過脂肪出てます。そしてこのワクチン、皆さん今それに加えてですね、レプリコンって名前は出しちゃいけないけども、いわゆる複製型のワクチンに対してもお金出してますよ、ね、これお手元の資料見てください。この予算の取り方、毎年当初で3億6000万、3億5000万とかやってるんですよ。実際にはどうかというと、これ見てみてください。この47年間の合計で、これ今回の新型コロナワクチンじゃないですよ、この新型コロナワクチンじゃなくて予防接種、他にもいっぱいありましたね。その被害者が死亡が158件です。件数は3636件です。ところが見てください、これもう今何件ですか。亡くなった方が去年この
令和5年度だけで412人ですよ。でもしも僕があのままあの向こうに行ってたら僕もこれですよ。でよくね政策評価してみてください。厚労省に聞きますけども皆さんはワクチンの僕の質問収集書にワクチンの新型コロナワクチンの感染予防効果重症化予防効果それを聞きました。質問収集書でデータで出してください今調べているところです。そういう答えをしましたね。これ事実か教えてください。厚生労働省佐々木健康生活衛生局感染症対策部長。簡潔にお答えいたします。今委員のご指摘の点についてはその通りでございますでしょ、はい、原口君。いやだからね予防接種ってしていいんですか。今度4月からみんなこの4月から受けるのは皆さんの自主判断でやってくださいと。皆さんの周りにもおられるんじゃないですか。コロナワクチンで僕のようにがんになったあるいは血栓ができたあるいはブレインフォッグって言ってもういきなりあのいろんなことができなくなった増大してるんですよ。だけど今おっしゃったでしょ効果は分かんないけどリスクなくなってる人はこうやってあるわけじゃないですか。で財務省は厚労省が言ってるまんまにこのワクチン関連のこれは救済ですからいいんですけどもまだこれからワクチンにお金をかけるとよその国はもうやめてますよ。このワクチンの実態を知ったからこれ別に党派関係ないです。国民の命を守んなきゃいけない。さっきの複製型ワクチンって何だっていうかというとですねこれは自分を増殖させていく忍者だというと変身しますよね。そして変身するだけじゃなくて変わるんです。 DNA に触るような RNA に触るようなそういう実験をですね日本でなんで先進的にやるんですか。 DNA や RNA に触るようなものっていうのは長く時間かかるんです。よそでやってないのを岸田首相は日本は一番治験しやすい国にするとかおっしゃってるわけです。最高を望みます。で査定の時に効果とリスクをちゃんと見てください。さっき言った外国企業についてもそうです。経済安全保障だって言ったら何でもできるわけじゃない。これは次の質問でやりますがあとウクライナ最後に聞きますがこれも事務方で結構ですけどもこの間アメリカ行ってきた。アメリカはこのウクライナに対する予算が実際に届いてるか横流しされてるんじゃないかもう出すのは無理じゃないかということを言ってます。私たちが出した予算の総額そしてこれがちゃんと届いてるのか何に使われてるのか教えてください。外務省池上大臣官房審議官。お答え申し上げます。ロシアによるウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがす暴挙であり G7 をはじめとする国際社会と緊密に連携しながらウクライナ支援を強力に推し進めていく必要があるということはこれまでも繰り返し国会等の場でご説明申し上げているとおりでございます。答えだけしてください。はい。そういった考えのもとで今まで人道復旧復興の分野における支援財政支援等を実施してきております。まず規模についてご質問ございましたけれども総額、これまでに表明したものを申し上げますけれどもまず総額76億ドルの支援を表明実施中。日本円にしてください。ここ日本です。ちょっとその表明時のレートと今のレートの差とかもあるものですから今ちょっとドルベースでしか今ございません、申し訳ございません。それに加えまして昨年12月の G7 テレビ首脳会議におきまして岸田総理から人道復旧復興支援を含む10億ドル規模の追加支援を決定した旨表明、これに加えて35億ドル規模の追加支援財政支援を平成6年当初予算で決定済みというこういう状況に今ございます。でもちろんウクライナ支援が適切に実施されることが重要だという考えは委員ご指摘のとおりでございましてこれまでも実施した支援のフォローアップを行うとともにウクライナ政府をはじめとした関係機関と密接に連携してしかるべき対応を行ってきているところでございます。委員長。原口君。財務大臣聞かれましたか。さっき野田さんが合算方式言いましたね。それからインボイスいくらですかその総額で。今回の子ども子育て予算ってやってるけどあれ各省に散らばってたのを集めてこれが子ども子育て予算ですってやってるだけじゃないですか。日本人にお金使ってください。
日本にお金使ってください。そして財務当局はちゃんと査定してください。アメリカこれで CR って言って予算が通らなくて、去年の9月の末にですね、僕アメリカ行った時にまさに政府機関が閉鎖されるって言うんで日本帰ってこれるかどうかって今だと揉めてますよ。アメリカでも確認できないものがどうやって日本に確認できますか。そして月曜日には岸田首相がですね、東京でゼレンスキーさんをお招きになってですね、そして復興会議をなさる。またそこで巨額のお金、これも今ドルで言ったけども1兆円はるかに超えてるじゃないですか。中国の方が日本よりウクライナより近いんですよ、ウクライナと。なんでここまでやります。ウクライナが憎いんじゃないんですよ。これ以上やればますますウクライナの方々はもう30万人40万人亡くなってるじゃないですか。そのことを申し上げ、結びになりますが、財務大臣、冒頭申し上げたぜひ岸田首相に第三者委員会これやってください。政治全体が沈みます。そのことをお願いして、質問を終えたいと思います。ありがとうございました。はい、今見ていただいたのは原口和弘元総務大臣の質問です。今納税の時期、確定申告私も書いてますよ。並んでね、それで、まあ税務署の職員の人は親切ですけどね。まあ前は佐川さん、あれが国税庁長官やって、まああの時も職員の人たちは本当すまなそうに、して、いました。脱税を自民党の連中がもうやって、それで林義正官房長官なんて言ったか、納税するか否かは政治家の一人一人の判断である。ですよね。もしそんなのが許されんだったら国民も納税するか否か判断させてほしいですよね。しかも額が違うっす。億いく、3000万いく。普通は、そういう、額が多い脱税を逮捕すんのが、筋じゃないですか。なのにね、国民の懐を痛めつけといてインボイスも始まって、そして政治家は脱税、自民党の政治家は。原口さん、お元気になりつつあり、大変、私としては安心しております。原口さん、コロナワクチンを打った後に因果関係はわかりませんが、悪性リンパ腫になって髪の毛も全部抜けてしまって、今髪の毛生えてこられたんで、大変頼もしいんですが、まあ総務大臣の時ね、私ブレーンの人たちから聞きましたけど、原口さんっていうのはね、民主党の中でもね、非常にアイディアの豊かな、そして信念を持った方であると伺って、おります。本当ね、将来の総理候補というか今の総理候補だと
思って、おります。ぜひね、この昔巨税同盟っていうのがあったんですけど、巨税、税金、脱税じゃないですよ、税金をもう拒否する、そういう運動を起こそうっていうのが、ありましたけども、本当巨税したいなというところで、ございます。それでは失礼します。